美術館に行くとついついポストカードを買いませんか？こうしたポストカードが溜まっていっても、まあうまく使い道が見つからないということもあります。飾るにしてもなかなかいいフレームがなくて、たらたらこれを飾ってもあんまりかっこいい感じになりませんね。そこで本気のポストカードフレームを作りましたので、これを使ってもらったらかっこよくなるはずです。このポストカードフレームはダネーズのポスターに使っているフレームと全く同じものです。こうして比べると同じということがよくわかりますね。そんなダネーゼのポスターに使っているフレームのフレーム幅が15ミリのものを使っています。このフレームの端材を再利用してポストカードフレームにしています。このフレームの良さをお伝えします。まず裏側ですね。裏側のこことここにフックをかけるような金具をつけています。押しピンでもかけることができます。まあ、かけなくてもフレームに厚みがあるので、このまま立たせることもできます。まあ、揺らしたりすると倒れるかもしれませんけどね。内部はこうなっています。このフレームとボード、発泡スチロール、段ボール、これはまあポストカードで、そしてアクリルです。このアクリルは 1.5 ミリの厚みがあって UV カットされていますので、中の日焼けを保護します。ポストカードのためにここまでのこだわりをしています。色は2色です。ナチュラルとブラックですが、ブラックはナチュラルを塗装しています。端材を使っているというところから、どうしてもですね、これそれぞれで色が若干違うところがあります。同じ木からカットしてるんじゃなくて、まあ、どうしても余った木材を使って貼り合わせているので、ちょっと色が変わったりするんですけど、まあ、よく見なかったら気にならないぐらいだと思います。塗装してあるのでブラックに関しては均一な感じがします。まあ、裏までは塗装してないですが見えませんので、若干塗装がはみ出たりしますけど、裏ですから。押しピンでも引っ掛けができるようにしています。ちょっと見えないかもしれませんけど、ピントがこれ合いませんので、押しピン1本です。こうして見るとポストカードとは思えないぐらい上品な装いをしています。フレームがいいと全く安っちく見えませんね。本当にアートのようです。遠目で見ると、あ、ちっちゃいなと分かります。ということでポストカードフレームの話でした。これならポストカードだとしてもインテリアデザインとしてかっこいいですよ。一つでもいいですし、これをたくさん並べてもかっこいいです。美術館のお土産コーナーでこれ使ってもらえないですかね。ということで参考にしてください。では。